はい、どうも、長坂レモンです。本日はですね、普段の対戦動画と違いまして、私の死因 100% 禁止予想をやっていこうと思います。はい。で、今回の禁止予想なんですけど、ちょこちょこ注意事項がありまして、まず、今回はスタンダード限定のカードになります。スタンダード、ゼンディカーの夜明けからニューカピナの街角までの、今のスタンダードですね、だけのカードになります。今回はヒストリックとかアルケミーとか、その辺のちょっと前にあったよっていうカードは、対象外とします。はい。そして、これに関して、ちょっとだけ言っておきたいんですけど、私は今の環境で禁止カードが出るとは思ってないです。はい。どういうことかというと、環境にはね、アグロもコントロールもミッドレンジも、コンボデッキっぽいやつも、全種揃ってて、非常にいい環境だとは思ってるんですよ。環境自体はめちゃくちゃいいですね。はい。環境自体がめちゃくちゃいいので、禁止回帰は、あるかないかで言ったら多分ないと思ってます。はい。で、ないと思ってる上でなんでやってるかっていうと、これは完全私の支援 100% なので、何が起こったかというと、私の動画を何度もボツにしているやつらの話ですね。やりますね。はい。で、そんなわけで、個人的には、かかるとしたら、去年かな、去年の、金星回転のタイミング的に、スタンの環境が固まりまくっちゃった、特定のデッキ、いろいろ環境自体はいいって言ったけど、特定のデッキしかないから、その環境を変えるために、チラッとだけ規制かけますよ、みたいな。そういうのはもしかしたらあるかもしんないですが、基本的には私はないものだと思ってます。その辺だけご了承ください。はい。そしてね、今回は私の支援 100% ということで、BO1 限定、私の動画を潰されたというね、お話なので、BO1 限定、かつ、今回は BO3 のお話はしません。なので、例えばこれサイドボードでどうとでもなるよね、みたいな話は私は一切今回はしませんね。私は BO3 なんていう次元で戦っていない。BO1 という次元で戦っているので。なので、先手後手のうんぬんとか結構出てくるかなと思います。はい。で、やっぱりね、カード自体がめちゃくちゃ強い環境であることを含めて、基本的にはそんなにいっぱいはなかったですね。今回はめちゃくちゃ大量の中から絞ったってよりは、10ちょっと超えたぐらいからちょこっと絞った感じになるかなと思うので、はい。なので、ぜひともね、見ていただけたらなと思います。1枚目のカードからカラーパイ順に行こうかなと思います。とりあえず1枚目のカードこちら、ババーン。有望な信徒ですね。1マナ12で、人間と、邪術師、ウォーロックですね。で、こいつが殴るたびかな。他にこいつよりパワーが高いやつがいると、こいつにプラス1カウンターが乗るっていうのと、プラス1カウンターが、を2個外して、3コスト払うと、置物を割れるということで。私はこいつに対して文句を言いたいところがいくつかありまして、まず、純粋に1マナ12のスペックって別にいいじゃないですか。そういうやつらはいっぱいいますからね。問題は、1マナのカードに書いていい効果を書きすぎてるんですよね。はい。純粋にサイズが上がるんですよ。ならこいつ1マナ21のがマシだったぐらいですね。はい。1マナ21のがまだ処理しやすかった。タフネスが高くて、で、かつ、置物も割ってくると。しかもアグロ適性も高いっていうことで、私がね、置物のデッキを作ろうとした時に、もうボコボコにされるんですよ。かつ、1マナのカードなんで先手で打たれた時に除去とかって当てづらいんですよね。他の2マナのカードだったりとか3マナのカードにも当てたいこともあったりとか。そういうので、ちょっとでもタイミング遅れると、こいつがね、永久に悪さするんですね。簡単に4号あたりに行っちゃうのも悪いですし、はい。純粋にこのカードは私はもう大嫌いですね。いくつデッキを潰されたかわからんぐらいに嫌いなカードかなと思います。てかね、1マナというか、低コストのカードに効果書きすぎたら困るんですよね。処理できないじゃんっていうのと、除去なかったら終わるやんっていう話になっちゃうから、私は個人的には、低コストのカードはもう低コストらしく、そこそこの強さでやってほしいんですよ、強くても。めちゃくちゃ弱くあってほしいってわけではないんですけど、アグロがいなくなるので。ただ、強すぎる効果を作んなという話であって、そんなわけですね。こいつに対して、置物デッキ、いくらでも潰されましたし、置物デッキって全体除去とかってちょっと入れづらいんですよね。入れやすいところもあったりするんですけど、間に合わないとかね。そういうのがあって、私はこのカードもう大嫌いですね。はい。はい、というわけで、2枚目のカードになります。こちら、ババーン。高機能の野心家ですね。はい。私がね、もう何回ですかね。動画にしたかわかんないですけど、このカードはもちろん私の選出に入ってきますと。はい。
まあ、動画100本以上、もう200本、300本、ボツにされてますからね。うん。そんなわけで、公共の瞬間もったいっきれいですね、このカード。はい。いや、もうさっきも言いましたけど、低コストのカードに、強い効果書きすぎなんですよ、最近。はい。そんな書きすぎなくていいから、っていうお話。まあ、でも公共の瞬間はシンプルなんですけどね。書きすぎてはないんですが。はい。で、まあ私これに対して文句言いたいのは、シンボルが軽すぎるんですよ、まず。うん。白シンボル一つでこれやっていいわけないでしょ、という話で。はい。他のね、まあ、シングルシンボルの、まあ、3-3ぐらいになるやつって、基本的には、なんかデメリットがあったりとか。あと、まあ、緑だと、まあ、メリット能力なんだけど、ダブルシンボルみたいな、そういうのがある中で、こいつだけは、話が変わってくるわけなんですよね。はい。もうそんなに許されるわけないじゃないですか。私は許しませんよ。はい。まあ、そんなわけで、まあ、公共の野心家はね、もう嫌いですね。てか、こいつのせいで、アグロがサイズがでかくなりすぎるんですよね。はい。特に先手の野心家とかはもうどうしようもないぐらい、有望な進手野心家できたら、ああ、終わったわ。って思うぐらいには、もうとんでもないスペックしてるので、はい、このカードも私は大嫌いですね。うん。いやー、早いこと規制がかかってほしいとこではあるんですけど、いや、でも、このカードなくても多分アグロは成立するんですよね。ボロスアグロとかも。はい。なので、まあ、個人的には規制かけてほしいカードになるのかなとは思います。はい。そしてね、もう一つ文句があるとすれば、アルケミーって、どう考えてもスタンよりカードパワーが高いんですよ。プールが広いこと。まあ、EDH 用のカードが入ってきてることを含めて、まあ、めちゃくちゃアルケミーってカードパワーが高いんですね。そこでナーフされてるんですよ。で、そこでナーフされてるカード、スタンよりカードパワーが高い状態のところでナーフされてるカードを、スタンに残すなという話なんですよね。はい。ナーフが妥当だと判断したのであれば、スタンでも禁止かけるべきだと思ってますし、じゃあ逆に、まあ、アルケミーで、まあ、使ってみたけど、ナーフ入れてるけど別にいらないよねっていうのであれば、別にナーフする必要ないと思ってるんですよ。はい。なので、個人的には、早いこと禁止に行ってほしいカードになるのかなと思います。てか、こいつのせいでアグロが強くなりすぎるんですよね。まあ、弱いアグロもそれはそれで困るんですが、それにしてサイズがでかすぎますね。うん。というわけで、まあ、このカード非常に良くないカードかなと思います。はい。続きましてこちらのカードになります。ババーン。昇降の巨匠ですね。2マナ11ダブルストライクと、こいつに対して、スペルを唱えると、自分がスペルを唱えると、防御。まあ、ルーティングしながら、まあ、土地以外のカード捨てると、プラス1カウンター乗るっていうことで。はい。私はこのカードなんで嫌いかというお話をちょっとします。はい。私って普段動画として、まあ、ティア1のデッキ、まあ、現環境トップだよねって言われてるデッキも結構動画投稿するんですけど、ただそれ以外のデッキも結構投稿するんですよ。まあ、要は私のチャンネルっていうのが、カジュアルガチ、まあ、遊びながら勝てる、面白いし、まあ、環境トップも紹介するんですけど、面白いし勝てるデッキ、みたいな感じのやつとか、その辺含めてもちょこちょこ紹介するんですよね。で、じゃあなんでこのカード嫌いかというと、このカードって、ティア2以下、ないしはティア3をいじめる性能がめちゃくちゃに高いんですよ。はい。まあ、デッキタイプっていう問題もあるんですけど、まあ、一体をめちゃくちゃに強化して除去がなかったら勝ち、先手引いて除去を耐えたら勝ち、みたいな、そんなデッキなんですね。はい。そうなった時に、まあ、ティア1のデッキって、まあ、除去含めていろいろ絡めれる。まあ、そもそもティア1ってもう、環境的にめちゃくちゃ強いからティア1って言われてるのであって、まあ、そういうところに対しては、まあなんとか不利ついちゃうような感じがするんですけど、まあそれでも先手取れれば なんとかなるぐらいではあるんですが、ティア2、ティア3って、まあデッキのカラーリングだったりとかスロット的に除去をそんなに多く詰めないデッキだったりとか、面白いコンボをしようとするとそこに枠裂かれちゃって、まあ初動をちょっと不安定にしなきゃいけないよね、みたいな、そういうのがあったりするじゃないですか。で、このカードって、このカードというかこの、まあ、ヒーローって言えばいいんですかね。デッキって、もうその辺の、ちょっとテンポ遅れた相手、ないしは、初動で除去引けなかった相手を、しばく性能がめちゃくちゃに高いんですね。はい。なので、ティア2だったりとか、ティア3、ないしは、ちょっとでも事故った相手をしばく性能が、いかれてるぐらい高いんですよ、このデッキ。はい。そういうのがあって、私は、昇降の巨匠めちゃくちゃ嫌い。まあ、嫌いというか、動画撮るときに与えたくないですね。自分で使うのはそんな嫌いではないんですけど、はい。動画撮るときに当たるのがめちゃくちゃ腹立つので、私はこのカードを支援で禁止にしてほしいカードになってくるのかなと思います。まあ禁止は絶対されないですけどね。
はい、はい、というわけで、4枚目のカードこちらになります。ババーン、国別ですね。はい、このカードに対して言いたいことはまあいくつかあるんですけど、まあさっきのね証拠の巨匠とかでもちょっと話したんですからけど、今のカード、今の環境っていうのはティア2ティア3っていうのも結構いっぱいいるんですよ。でそのティア2ティア3ってまあ置物が結構強い環境であることを含めて、置物含めてね、結構いろいろ遊べるんですよね。はい、ただ国別はそこを全て無理キスやべえカードで、例えばディアにしようとしたら墓地メタをされる。で置物並べて盤面コントロールやーってやったら、流される。でよし、このカードが破壊されれば OK は全部追放されるということで、全てのことに対してマジレスをしてくるんですよ、このカードは。腹立ちますね。はい、面白いデッキってどうしてもね、ちょっと中コストのまあそこそこ強いんだけど、出れば強いんだけどねーみたいな置物とか使うことっていうのが多いんですよね。そこに対してこの国別ってやつは頑張ってね、作った盤面をすべて流し、頑張って貯めたボチリソースをすべて流し、でプレンズオーカー以外はすべて追放するんですよね。追放が良くなくて、そう簡単に追放ってしちゃいけないんですよね。はい、まあ6マナ全部っぱのカードっていっぱいあるじゃないですか。ただそれって基本的に全部破壊じゃないですか。で国別ってその対象からプレインズウォーカーが外れたとき全追放なんですよ。破壊耐性は効かんわ。まあ全体除去だから、全体追放除去だからね、破壊耐性は効かんわ、ボチリソースはたまらんわと、もう踏んだり蹴ったりですよ。許されませんからね。はい、まあ私のね動画を何度も何度もボツにしてきた非常にやべえカードです。ただそれはそれとして、まあ個人的な恨みはあるとはいえ、まあめちゃくちゃ強力なカードではあると思いますし、まあこれじゃないとどうしようもないようなカードが結構いっぱいいるっちゃいるので、まあ産業タイタンとかですね。いるので、必要枠かな、動画的にはいてほしくないけどなぐらいの、そんな葛藤を抱えるカードになるかなと思います。はい、というわけで5枚目のカードになります。こちらババーン、遺跡ガニですね。こいつに関してはもうヘイツの塊な気もするんですけど、はい、まあいろんなところからねもう嫌だっていうとか、もうそもそも配信とかでもできたらまたカニかよみたいな感じで、結構嫌がってる人は多い印象があります。私も嫌です。はい、まあ理由もさっきの、証拠の巨匠だったりとか国別とかその辺と同じなんですよ。簡単に言うとこのデッキってまあ、要は、ティア2、ティア3を芝生性能がいかれてるぐらい高いんですよね。はい。まあ、そもそも、ちょっと中速以降のデッキに対して強いカードになるんですよね、このカードは。で、初動で破壊できなかったら、もう永久に、こっちのライバルで削り続けられちゃうっていうので、はい。まあ、非常に重いカードになるのかな、とは思いますね。特に実は種類があったりとか、ターシャツヒジアスラフター含めたもう、イゼット、まあ、コピーしてどうこうってやつだったりとか、なんか上陸と絡めてなんかゲーム決めに来るようなやつとか含めていろんなやつがいるんですけど、まあやっぱりその中でも遺跡ガニは群を抜けて厳しいかなと思います。本当に1マナっていうのが良くないですね。先手1ターン目カニ、2ターン目カニ、土地置かれて終わったわっていうことなんか結構ありますからね。はい、そういうのもあって私としてはめちゃくちゃ嫌いなカードになります。まあなんならディミアローの世代が嫌いでしたけどね。うん、ディミアローグを残しながらこの不快感を減らすためには何が一番ダメかって言ったらカニって答えるぐらいではね、私は全然嫌いでしたからね。はい、そういうのもあってまあ個人的にはもう嫌いですね。動画を何本ボツにされたかわからんぐらい嫌いです。はい、でまあそれはそうと規制はかからんかな。少なくともティア1になれるような環境のスペックではないんですよ、このカードは。はい、まあ、ティア1にはならないと思うんですが、ティア2、ティア、まあ、こいつ自体がティア3にいるくせに、ティア2、ティア3ぐらいのデッキをいじめる性能が高い。かつ、中速デッキの環境だったら出てくるんですよね。腹立たしいことに。はい。まあ、そういうので私はもうこのカード大嫌いですね。そろそろ、てか、1マナのカードに強いカード作んないで、いや、強いカード自体あることはいいんだけど、1マナで取れなかったら負けを作んないでほしいですね。1マナプラス何かしらのカードと合わせて取れなかったら負けは別にですけど、1マナ単品で取れなかったら負けは腹立つんですよね、純粋に。はい。まあそういうわけで、まあ理不尽ゲーの助長でもありますしね、私としてはこのカードめちゃくちゃ嫌いなカードになります。これもうあれだな、金星書いていたよりは私の嫌いなカードになってきたな。はい。
はい、6枚目のカードこちらになります。ババーン、鏡合いの偶話ですね。はい、まあ前まではこの枠はほぼエシカの戦車が取って変わってたのかなっていう気がするんですけど、エシカの戦車よりは偶話の方が今はやばいと思うので、私はこのカード、今までのやつはもう私の好き嫌いだったんですよ。結局は好き嫌いだったんですが、このカードに関しては私は禁止カードに入っても一切おかしくないかなと思うカードです。表現の反復と同じような枠ですね。はい、で、まあこのカードスペックも大概おかしいですよね。3マナ22宝物ってさ、今まで普通、3マナ22で殴ったら宝物出すって今までなんかいたような気がするじゃないですか、純粋に。まあそれに速攻がついてるかなーっていうのがあったかかなぐらいですかね。うん、3マナ22速攻で殴ったら宝物出るよぐらいなら、まあ普通にいそうな感じがするカードじゃないですか。そこになぜかルーティング、しかもセルフなんですよね。好きな枚数を選べるルーティングに、かつなんか知らんけど裏目になるとコピーが始まると、3マナ44ルーティング宝物生成コピーですよ、このカード書いてあるの。イカれてますね。はい、純粋にカードパワーが高すぎることと、このカードだけでゲームできちゃうのが良くないと思ってて、はい、例えばまあ3マナでこいつ置いて、まあトークン処理できなかったら永久に2マナで宝物出されますよっていうのも不快ですし、これが2枚揃って、鏡の偶話を永久にお互いコピーし合うだけでゲーム決めるっていう動きだったりとか、うん、そういうのがあって、まあ、純粋に、不健全だと思ってるんだよね、このカード。赤が絡めば大体入る。まあ、ボロスアゴインだけはギリ入ってないだけ。で、まあ、なんならギリギリ入れてもいいとは思いますからね、鏡合いの偶話。まあ、サイドボードとかに入っててもおかしくはないですし、長期戦見据えてね。うん。ないですし、まあ、赤が絡めばとりあえず入れていいような、そんなカードになっちゃったんですよね。はい。なので、まあ、個人的には、好き嫌いじゃなくて、このカードは禁止になってもおかしくないのかなっていう気がします。今カードプールが広いからなんとかなっている疑惑があるレベルですね。次のスタン落ち後、まあスタン落ちした後のドミナリアでどういうカードが出てくるかはわかんないですけど、それにしても多分このカード永久に見続けることになると思います。はい。なので、まあ個人的には早めに規制しておいた方がいいと思いますね。はい、まあこのカードに対してピン除去が効かないこと、てか少なくとも除去が2枚持ってかれちゃうんですよ。でティア1のデッキが除去2枚持ってかれようが、まあなんかスノスタッツとかで殴ったりとか、まあそもそもそいつがいてもなんとかなるよねっていうカード多いんですけど、まあやっぱりティア2ティア3ですね。でその辺のデッキに対してグーは2枚揃うだけ、全体除去入れれてないからどうしようもないみたいなこととかもあったりとか、そういうのもあるので、個人的にはしょうもないカードに近づいてるのかなっていう気はしますかね。うん。なんていうか、除去できなかったら負けっていうのは今までもそんな変わんないんです。今までのね、上のクリーチャーたちともそんな変わんないんですけど、除去できなかったら負けに、除去2枚必須かつ、まあ、カウンターぐらいでしかの対処の方法がないっていうのも含めてね、個人的にはなんか、早いうちに規制かけといた方がいいのかなとは思います。はい。で、まあちなみになんですけど、私はこのカード公表された時の、評価としては、環境的に、3マナで次裏面になるの5ターン目でしょ、間に合わないよ、しかもこれ、速攻持ってるわけじゃないよね、追放されるし、まあ間に合わんでしょうでした。私は精神異常者です。次行きましょう。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン、黄金化のドラゴンですね。マジレスドラゴンとして名高い某ね、二次、二三では、ライン越えドラゴンというね、お名前がついている、やべえドラゴンですね。はい。まあ、このカードの罪状はなんていうか、最近もうなんか許されてもいいのかなっていう気はちょっとずつしてきたんですけど、まあ結局やばいのは、まあさっき紹介した鏡の偶話なんですが、まあ、いくつかね、文句言いたいポイントはあって、まあ、公共の野心家の時も言いました。ナーフが妥当だと判断してるのであれば、スタンに残すなという話なんですよね。はい。まあ、裏を返すと、まあ、なんていうか、スタンで禁止かけないなら、ある意味ナーフいらんやろうですね。はい。そういうのもあって、個人的には、結構好きなカードでしたね。出た当初からめちゃくちゃ使われまくってて、まあ、いろんなデッキにはいました。犯罪者であるアールンドの典型とか、その辺含めて、まあ、めちゃくちゃいろんなデッキで、使えたカードになるんですけど、まあやっぱり今の環境って宝物が出やすすぎるんですよ。で、そのタイミングで黄金化の2マナ出るっていう環境と、あと、
まあどうしてもね、7コスト帯にめちゃくちゃ強いカードが増えちゃったってことも含めて、黄金化でどうこうできない、いや、てか黄金化がいるせいでどうこうしちゃう盤面っていうのは増えたのかなという印象がありますかね。うん。というよりも、黄金化の他にも5マナ44速攻ってやつらがあと2種類いるんですよ。で、ただ、その2種類がなんで使われてないか、まあ、ウラブラスクさんと、あと、狼か、うん。なんか松明持った狼男ですね。とか含めて、そいつらがなんで使われてないかって言ったら、結局黄金化のドラゴンがあるからっていう理由にしかなんないんですよね。そのウラブラスクとその、なんていうか、狼とかもめちゃくちゃ強いんですけど、はい。やっぱり黄金化のドラゴンが頭、一つどころか二つ三つ抜けて強いのかなっていう印象があります。やっぱマナ増やしちゃうのは良くないですよねっていうので。はい。しかもね、中コスト帯のデッキ相手に対してめちゃくちゃ強いですし、通ったらほぼ負けみたいな、そんな感じのデッキになっちゃうの、カードになっちゃうので、はい。そういうのも含めて、個人的には、そろそろ見なくていいかなっていう感じですかね。そろそろ見なくても、まあまあまあぐらいの感じだと思うので、はい。まあ個人的には、まあ禁止は別になんないとは思うんですけどね。いやでも、他のさっきのカニとか証拠の巨匠とか国別とかよりはかかる確率は高いかなと思っています。純粋な方ですね。うん、個人的なあれではなくて、まあかかる確率で言うと、少なくとも証拠の巨匠だったりとかカニと遺跡ガニとか、その辺よりは高いと思ってます。はい。まあでも、基本的にかかんないで見ても大丈夫だと思いますけどね。まあアルケミでナーフ解除でも全然悪くないのかなとは思います。はい、続きまして8枚目のカードですね。こちらになります。ババーン。吹雪の乱闘ですね。はい、このカード、最近はあんまりは見ないんですけど、ちょっと前、まあ一応最近もそこそこ見るのかな。ちょっと前の環境とかで、まあ猛威を振るってたカードの1枚ですね。1マナ格闘に破壊不能をつけるなんていう話なんですよ、私は。はい。簡単に言うと、緑のカードって今めちゃくちゃ強いですよねっていうので、まあいろいろのカードあるじゃないですか。緑単のダブルシンボル、トリプルシンボルとか含めて、結構強いカード多いじゃないですか。で、ただ、赤緑だったりとか、その辺のアグロって出てきてないですよねっていう話で。まあ言いはするんですけどね。言いはするんですけど、そんな活躍しないよねっていうのがあって。まあ今の環境なら別に赤緑で組むぐらいならね、ナヤから、赤緑白で組んだ方が強いみたいな話はありますけど、それはそうと、緑単が緑単である理由っていうのが、やっぱり氷雪が使える吹雪の乱闘だと思うんですよね。はい。まあ、シンクのちぎりか。イニスタートシンクのちぎりのタイミングで、アールンドの典型だったりとか規制入ったじゃないですか。で、そのタイミングで、まあ、ミシュラン、なんだっけ。まあ、いいや、多層文字の氷雪ミシュラン。もう規制が入ったと思うんですけど、そのタイミングで私は実は一緒に持っていかれてもおかしくないよねっていうお話をしていたカードになります。はい。まあやっぱりサイズ上げる分にはいいんですけど、1マナにカードの効果を詰めすぎてるんですよね。はい。まあどうしても先手引いた時の吹雪の乱闘での押し付けムーブっていうのがめちゃくちゃ強かったりとか、まあ後手引いた時も吹雪の乱闘さえあればなんとか押し返せるよねみたいなことがあったりとか、そういうのもあるので、個人的には結構嫌いなカードでしたね。1マナなのでカウンターもしづらいでしたね。はい。まあそういうのもあって、まあただね、こいつがいなかったら永久に Z 環境だった気もするので、まあ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 、なんとも言えないは言えないんですけど、はい。ただ1マナっていう軽さと、まあ破壊不能っていう効果がついちゃうこと、サイズが上がっちゃうこと、全部が結構厳しかったのかなっていう印象はありますかね。しかも条件も氷雪3枚ってね、結構簡単に到達しちゃう条件なので、その辺含めてもまあ個人的には嫌いなカードだったのかなとは思います。うん。まあただここまで来るとさすがに処刑というか、まあ禁止はされないかなっていう思いはありますね。うん。まあ最近はなんていうか、ボロスアグロが増えたことで、また緑タンとかも一応復権はしてますし、まあ復権したせいでオルゾフコントロールというか、オルゾフミッドレンジが増えてまだ消滅しかかってますが、はい。まあそれはそうと、まあ非常に強力なカードではあったと思います。はい。なので、まあ、禁止はないかな？うん、もうここまで来たら禁止はないとは思うんですけど、とんでもないパワー化であったことは間違いないかなとは思いますね。はい。はい、というわけで、続きましてこちらになります。ババーン。無常の神ですね。になります。はい。
このカード、まあ、2マナのエンチャントとなるとプラス1カウンターが乗るのと、なぜかトランプルがついてるのと、墓地からのサルベージ効果がついてるカードですね。はい。で、なんでこのカード嫌いかっていうと、やっぱり除去し続けないといけない。まあ、サイズが結構でかくなりがちなデッキであることを含めて、除去し続けないといけないんですよ。で、まあね、さっきもね、もう何回も言ってますけど、無常の神とか、まあ、このナヤルーンっていうデッキに関しては、ほんとティア2とかティア3いじめることの性能がめちゃくちゃ高いんですよ。てか、ティア2、ティア3いじめれるデッキが多すぎるんですね。てか、2マナ域とかで、1マナ域、2マナ域とかで、マストカウンターとかマスト除去が多すぎるんですよ、環境に。はい。もうならプッシュぐらいまで全然再録されても一切私は文句言いませんよ。むしろそれぐらいしてイーブンですわ。はい。そんなぐらいには、結構あれなカードでしたね。破壊しても破壊してもダメでしたし、もうほんと、まあ、噛み合いは、まあ、ナヤルーンっていうデッキの噛み合いが良すぎたっていうのはあるんですけどね。サイクリングに近いデッキって言えばいいですか？はい、あるんですが、まあ、やっぱりこのカード除去して、なんとか除去して、他のカード除去したらなんか戻ってくるんですよね。行かれてますわ。はい。まあ、そういうのがあったりとかして、もう半永久リソースにされちゃう。まあ、2、3回くらい除去すると相手の手札がなくなってなんとかなったりするんですけど、はい。その2、3回除去するのって、まあ、ティア1のデッキならわけないんですけど、ティア2、ティア3のデッキってやっぱ難しいんですよね。はい。どうしても少し面白い要素に振ろうとした瞬間に、こういうね、ナヤルーン、LO、ヒーローみたいなデッキが私に牙を向いてくるんですよね。許されませんよ、こんな。はい。しかもね、こいつら、あろうことか、ちょっと安いんですよね。なんかそういうおもちゃデッキとか、ティア1のデッキよりちょっと安いせいで結構流行っちゃうんですよ。はい。しかもね、使ってる側の爽快感がすごいので、はい。まあ私もね、そういうこの辺のデッキって使ってる側めっちゃ楽しいので、はい。まあそういうのもあるんですが、それはそうと、純粋なサイズゲーっていうのが結構厳しくなるぐらいにはすごいサイズになったりとか、まあそもそも緑弾がいなかったのってこのナヤルーンがいたせいっていうのもあると思うので、はい。まあそういうので、もう本当に初動に除去を要求されちゃうっていうのが私としては嫌かなっていう思いはあります。はい。まあナヤルーンから他のカード、スカイドの決戦とか他にもなんかまあなんとかしたいカードはいくつかあったんですけど、まあ一番はこいつかなーっていう印象はあったので、まあエンチャントのコスト軽減とか、ルーン機体の勇者とか、まあその辺に関しては私は全然問題ないと思ってます。あれはなんか噛み合っちゃっただけみたいな感じ。ただ、まあエンチャントの枚数で結構強くなってきちゃうのがこいつになってくると思うので、はい。なので、個人的には、まあ、禁止はないかな。全然禁止はないと思うんですけど、まあ嫌いなカードというか、動画撮るにあたって、はぁ、またこいつかって思ったことは多かったのかなって思います。はーい。はい、最後のカードになります。こちら、ババーン。消失の宿ですね。になります。はい。このカード私はもう本当に大嫌いでしたね。はい。出た当初からこいつやべえだろっていう思いあったんですけど、まあもちろんやばくて、で、このカードのせいで、なんか追放除去が増えた気がします。こいつのせいで。だから、なんていうかまあ、その前からね、追放除去系統はちょこちょこ増えてはいるんですけど、こんな簡単にこんな低コストで追放しいわけないでしょうという話で。はい。こいつのせいでボツになった時、いくらあると思ってるんですかっていう話ですよね。高機能の野心家には及ばんが、こいつのせいでボツになって、多分歴代2位ぐらいになってくるのかな。くらいには、私は腹立ってるからですよ。こんな低コスト、こんなほぼ無条件みたいなもんで追放すんないという話ですよ。はい。で、なんで怒ってるかっていうと、まあ、やっぱりね、ティア2、ティア3のデッキとか、まあ、別にティア1でもいいんですけど、デッキ組むときに、単色のカードで強い置物とかあるじゃないですか。置いて、次のターン以降でめっちゃ仕事して強いよね、みたいな感じの置物とか結構あるじゃないですか。クリーチャーも、よし、このカード出してどうこうで、よっしゃー、しかもこのカード除去耐性あるし、って言ってるところをすべて混ぜる指摘してくるんだよね。腹立たしい。はい。私がボンバード組んでどんだけ遊んだと思って、このカードに何回泣かされたと思ってという話ですよね。はい。で、かつ、まあやっぱり今の環境ってどうしても破壊耐性持ちっていうのが多かった環境だったと思うんですよね。破壊耐性持ちが多かったというか、なんか、除去が強すぎてなんか別に破壊耐性持ちが使われるようになって、そこに対して使用者の宿が下がったみたいなね。そういう、まあ環境だったとは思うんですけど、まあやっぱり個人的には一番ハードだったカードかなと思います。野心家についてですね。はい。やっぱりどうしてもね、
運営としても面白いカードって結構吸ってるじゃないですか。毎回毎回このカード面白いし、なんかデッキ作ってみたいなっていうところがいっぱいあったと思うんですよね。他の方も、まあ私以外のね、投稿者だったりとか、デッキ制作者の方とかも、このカード使ってみたいなとかっていうのは、最近の環境というか、ニューカピナとか神川とか含めて、結構多かった環境だったと思います。はい。そこに対して、そういう、を使いたいっていう置物をすべてマジエスしてくるカードだったので、私はもう腹立たしいですね、このカードは。もう見たくないですよ。クリーチャーだけならね、クリーチャーだけでも相当あれなんですけど、置物に触れちゃうのが良くなさすぎますね、このカードは。そのせいで単色のカードが弱くなったっていうのもありますし、まあそう簡単に追放しちゃいけないんですよね。国別の時も言いましたけど、カードってそう簡単に追放していいわけないんですよ。はい、私はね、プロレスが好きというか、まあお互い殴り合ってとこうカードの効果出し合ってっていうのが好きなので、こんなマジェスされるようなことがあんま好きじゃないんですよね。まあそりゃそうと、相手のやばいカードっていうのを何回もこれの効果でね、追放して救われたことはあるっちゃあるので、まああんまり文句も言えないのかなーっていう印象はありますかね。はい、まあこのカードも多分対象売りのカードの方なので、あんまり規制される感じはしないかなと思います。まあ今回ね、10枚全部揃って言って言いましたけど、多分一番規制されるのはグーは2番手が黄金化かなくらいの感じで思ってもらったらいいのかなとは思いますね。まあそれはそうと、私はこの消失の宿に対しては動画を何本も潰された恨みがあります。許しませんよ。はい、まあ今回10本全部見ていったんですけど、どうだったでしょうか。まあやっぱりね、私は基本的にはね、スタンでこのカードやばいよねっていうのよりは、まあ私のね、動画を潰された、収録している動画を潰された恨みの方が大きいというね、非常にそういうタイプの感じになっておりますね。はい、まあそれはそうと、今回金星予想っていうお話はちょっとしてるので、金星予想をするとすれば、1番はグーワだと思います。鏡のグーワは早いうちに禁止かけといた方がいいんじゃないかな。アーレンドの典型とか表現の反復に近い感じになると思うんですよね。まあ表現の反復ギリ生き残りましたけど、アーレンドの典型がダメだったこと含めても、やっぱりこのカードは規制かけとくべきな気がします。はい、なんていうか、マジックザギャザリングに制限っていう要素があるのであれば、このカード1枚でもなんとかなったんですよ、多分。ただ制限っていうのがないっていう環境なので、このカードって2枚揃うとやばいカードの方なんですよね、どちらかというと。はい、まあ1枚でもやばいんですけど、2枚揃った時のやばさっていうのがめちゃくちゃやばくて、まあ伝説ってついてたりとか、まあ制限カードがあるのであれば全然良かったと思うんですが、まあこのカード放置しとくメリットは多分ないんじゃないかなっていう形はしますね。はい、で2番手であるとすれば、黄金化か野心化かなとは思います。両方とも環境が固まっちゃってるから動かすために禁止くらいな可能性がありますかね。基本的には書けなくていいと思うんですけど、まあ偶話ほどではないですね、思うんですけど、環境もこいつらしかいねえやんってなった時、まあこの前の去年かな、荒野の再生、テフェリー、あとは猫釜かな、猫かなみたいな形で禁止カードが入ったことはあったと思うんですけど、その時みたいな形で規制かかっていくのはおかしくはないのかなと思います。前例がありますからね。はい、まあ環境固まりすぎてるから、黄金化と野心化規制はギリギリなくはないかなとは思ってます。はい、で他のカードについては規制はかかんないかな。個人的に私が嫌いっていうだけというか、使う分には好きなんだけど、動画撮るにあたって嫌いですね。はい、っていうやつらが多いくらいかなとは思います。はい、まあ次の環境が多分パワーカの系統の環境になることを含めて、パワーカの投げつけ合いみたいな環境にはなるのかなっていう感じはするぐらいには、カードパワーが高いセットではあったと思うので、はい、そういうのも含めてね、今後ともドミナリアの情報とかにも期待したいかなと思います。はい、まあちょっとね、マンネリ化というかスタンの環境も、まあ4つ5つ6つかなくらいでルーティングして、まあその辺で固まってきてはいるので、私としては動画を出すのがすごく大変になってくる形にはなるんですけど、まあやっぱりね、新しいカードとかの追加とかも含めて非常に楽しみには、しておこうかなと思います。そういうね、ドミナリアの情報は明日か金曜日かの6時ぐらいからになってるかなと思うので、よろしければね、皆さんもぜひ、Twitch かなとかなんかで、まあ英語ではあるんですけど、皆さんもぜひご覧ください。私の方はまあギリギリのタイミングで、支援金星改定ができてよかったのかなと思います。はい、というわけで。
本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。それでは。